前回のマインクラフト、はい、前回のマインクラフトはチャンネル登録者数600名突破、そして、こんなね、あの見晴らし展望台、のようなものをね作ってみたんですね。まあ、村がどこからね湧き潰しがあるかどうかっていうのをねチェックするために、まあここから見る夕焼け結構綺麗でね、もういいなと思っております。はい、村もねこうやってね上から眺めてみると結構ね、できてきてますよね。あのまだ屋根のない家とかいっぱいありますけれども、まあ、徐々に、村っぽくなってきていってるわけです。これからのねこの村の発展が非常に楽しみな展開になってきましたね。頑張っていきたいなと思っております。さてというわけで今回のマインクラフトです。この前回の動画を見たらですね、塔をもうちょっと高くお願いしますなんてコメントがついていたんですね。どうしよう。塔ってあのね見張り台、あの建物のことですよね。どうしようものすごいね悩んだんですけれども、何でしょうね、あのリアルで私本人があの高いとこ苦手なんで、まあ、それでもね、はい、リクエストが出た以上は頑張ってみようと思います。というわけで塔ってこの見張り台のことだよね。塔というにはね、まだ2階建てか、低すぎる。あ、そうだ、先にこっちが収穫です。はい、畑のねいろいろ収穫してから行こうと思います。おっと、ただね、ちょっとね、畑のことで、やっぱわからないことがあって、皆さんに聞きたいんですよ。てか、アドバイスが欲しい。畑のね、一番隅って、スイカと、かぼちゃも作ってるんですね。あ、ちょっと待って、ちょっと。この、隣の列なんですけれども、ところがね、いつまでやっても、スイカもかぼちゃもできないんですよ。なぜだろう。ずっとこんな状態、作り方間違ってるんですかね。あの誰か分かる方いたら、詳しい方いたらアドバイスお願いします。マジでなんでできないのか悩んでおります。あ、まあネットで調べてもいいんだけど。はい、というわけで今度はこっち側ですね。さらに上まで拡張。え、どうやって上がったの、あんた。どうやって上がったの。こんにちはじゃないんだけど、どうやって上がったの。卵までこんなところで産んで、ちょっと邪魔っす。どいて、どいてくんないのかな。邪魔だよ、邪魔。まだどいてくんないの。どっから上がったのこいつ。とりあえず、いや、そこから隠れて見てる場合じゃないだろ。どいてほしいんだけどな。あ、どいてくれた。よし、今のうちに埋める。なんかチョロチョロして、ほら、もうこれぐらいの高さでもね、俺なんか怖いなとか思っちゃうんだよな。まあ、とにかくね、もうワンフロア高くすればいいっすよね。それで、ちょっとね、このぐらいをワンフロア高くして3階建てにしようと思います。怖いな。おっと、邪魔だから、邪魔、邪魔、ほんと邪魔。鳥、なんでこんなの邪魔してんだろう。おい、鳥もこっから、この高さから落ちたら死んじゃうっすよね。と思うと、そのなんであんな高いところにいるの。階段作ったりして、よし、よし、はい、でそろそろこうやってね屋根を張って、窓もなんか鳥が増えてるし、階段を作って、はい、で
柵を作ってですね。さて、こんな感じの高さになりました、うん、で、こっから見るとなんかね、高いね、やっぱり、うん、ただこっから見る夕焼けやっぱり綺麗ですよね、うん、気に入った。てか、もっと高くしろとか言われたら泣きますマジで、うん、アイアンゴーレムが村を守ってくれてるのがよくわかるですね。いつも2体一緒なんで、もうちょっとこう離れて歩いてくれると嬉しいんだけどな。で、昨日の間に一番手前の建物も作りました。はい、さて反対側を見るとこんな感じで見えております。あ、ちょっとあの辺り暗いから後でタイマーつけに行こう。この高さから見るとね、ゾンビとか全然見えないもんね。そろそろ、まだ枠にはちょっと早い時間なのかな。あ、なんか隅っこに湧いてきてる。さて、ついでに村の中も湧き潰しがないかどうかぐるーっと回ってみようと思います。さてと、ちょっとこっち側からぐるーっといきますよ。こっち側は特に問題なさげですね。大丈夫かな。それでさっきね、鳥小屋の方、隅の方がちょっと暗かったんで、ちょっと松明をつけに行きます。ここでいいかな。はい、松明つけて、この辺りもちゃんと木の柵にしたいね、うん、てかまだ木が全然足りてないんで、うん、で、卵もいっぱいあるし、はい、卵料理も早いとこ覚えないと。あ、一匹ハマってるんじゃないかこいつ。あ、一応動いてる、大丈夫か。よし、なんでみんなここの隅に固まってんだか。実はここにあったドアはね、クリーパーにやられました。なぜかの鳥小屋の中にクリーパーがいて、ドーンとやられちゃいました。さてと、湧き潰しこんなんで大丈夫かな。ちょっともう一回上から見てみよう。ここも大丈夫かな。目立って暗いところはもうないかな。よし、あっちももう大丈夫っぽい。大丈夫な感じですね。お、クリーパースポーンするところを見てしまったっす。で、屋根の上とかも湧き潰しできるところはしたいな、ちゃんと。ただまだね、屋根の上っていうのは今まだ豆腐になってる建物が多いので、ここ屋根を作りながらゆっくりゆっくり地道に直していきたいと思っております。どうしようかな今日は、なんて思っていたけれど、これだけで結構時間食っちゃったな。実際にはね、ここのかぼちゃたちの問題解決をしたいというのは一つだとですね、本当にアドバイスお待ちしております。はい、あと実は、昨日の動画で元の拠点からこっちに来るルートっていうのはある程度分かったわけですよ。ところが実際にこの村の周りって俺まだそんな回ってなかったので、昨日ね、地図を作りました。で、その地図をもとにこの村の周りもうちょっと回ってですね、で、他に洞窟がないか、洞窟とか、まあいろんなものですね、この村の周りにあるかないかっていうのをね、確認していこうと思っております。ただ今その前にね、村人5人ちゃんと無事でいるのかな、不安になってきた。まだこんなとこゾンビいたり、まだいたりするしね、クモもいるし、こういう近くにゾンビが湧かないようにするにはもうちょっと
この柵の外明るくしないとダメなのかな。まあとりあえずゾンビ2匹いるけど大丈夫か。ちょっとパニックってるみたいですけど、というわけで、1本目こんな感じで終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。